丹南地域のお店をご紹介する店番。今回やってきたのは越前町クリアにあるこちら浜のママーズレストおっかやです。このお店は地元の漁師のお母さん方が運営しているお店だということで、一体どんなお店なのか早速行ってみたいと思います。越前町クリアにある浜のママーズレストおっかや。取れたての新鮮な魚介類を使った定食をはじめ、お持ち帰り用のお惣菜などを取り扱っているお店です。さあ、それではお店の山本さんにいろいろお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いします。まずはじめに、はい、この辺りでやっぱり漁師の奥さん、はい、マガタがこういったお店を展開しているっていうのはとっても珍しいかなと思うんですが。そうですかね、うん、はい、はい、珍しいですね。珍しいと思うんです、はい、まずそのきっかけ、こういったお店を作ったきっかけを教えてください。はい、ですね、もともと漁師の奥さんたちが集まる漁協女性部っていうグループがあるんですけども、そこ のたまたま4人が、うん、役員になった年がありまして、はい、ちょっと給食、学校の給食なんかにお魚をちょっとおろしたりとかっていうのにちょっと活動を一緒に共にしてたんですよ。で、まあ、せっかくだからもっとお魚を皆さんに食べてもらうきっかけ、なんか機会がないかなってことで、一番いいのはやっぱ来ていただく、来ていただいてとにかく食べていただこうってこと でお安く食べられるようにっていうことで定額で定食屋さんを始めたんです。はい、その気になるメニューなんですけど、うん、はい、日替わりっていうか、もうメインのお料理はもう大体お刺身とかなんですけど、お刺身と煮魚と今は揚げ物になってるんですけど、あともうちょっと中の材料ですね、そういったものがちょっと変わるような感じで日替わりのおまかせ定食っていうのになってます。はい、基本的に食材はまあ、お魚はここで採れたもので、お野菜もできるだけ地場産のものっていうふうに心がけてますし、はい、あとはもうまあ、フライでしたらお客様が来てから揚げたり、お刺身も冷たい美味しいお刺身を出すようにしてますね。はい、早速今日の日替わり定食をご用意いただきました。ありがとうございます。すごく豪華な、ね、はい、お膳が来ましたよ。この日のメニューは取れたてのお魚を使った煮付けやお刺身などの10品。美味しそうですね。それではいただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。まずはじゃあお刺身から、はい、そうですね、いただきます、はい、朝どれのこちらハマチですね。ブリのちょっと小さめのやつですね。はい、いきたいと思います。いただきます。うん、新鮮感溢れてます。コリコリとした感じですね。もう全く臭みなどはないので、 すっごく食べやすく美味しいです。はいはい、そして山本さん、はい、続いてこちらのお魚の煮付けは、はいはい、ここらではベタガレって言います。ベタガレ、はい、ちょっと身は薄いんですけど甘みがあって、地元の方はこちらの方が喜ばれますね。意外とこちらのベタガレの煮付け、はいはい、いただきます。はい、うん、ご飯が食べたくなる。食べたい。なんでしょう、本当にお母さんの味ですね。そうですね、煮付けは皆さん喜んでくださいますね。とっても、ね、柔らかくて美味しいです。はい、本当にもうございます。お袋の味っていう感じがね、はい、します。またおっかやでは予算に合わせてお弁当やお惣菜のテイクアウトなども行っています。それでは山本さん、はい、取材店というこちらの、ね、はい、ステッカーを貼らせていただきたいと思います。はいはい、お願いします。ではここに、はい、えい、新鮮なお魚と手作りの味でいつでも皆さんのお越しを、せーの、待ってます。